건 뭐죠? トールズ士官学院本校所属セドリック候補生以下3名です。第二分校の気候兵教練への特別参加を希望し参上しました。第二分校、せいぜい全力で来るがいい。本校のレベル、存分に見せてあげますわ。
右ヒット、よーし、セーフ。
切った。任せろ、もらったぜ。チャンスだ、もらった。やるじゃないか。もう終わりだよ。よし、やったわ。まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。負けは負けですから、今日はおとなしく退散しましょう。クロスベルでの演習の準備を邪魔するつもりもありません。ですが、僕はあなたを諦めませんよ。それではごきげんよう、第二の皆さん。今日は遅れを取ったが、次は負けん。精進するがいい。なるほど、面白い変わりようだ。駒となるか指し手となるか、そなたはどう見立てる？そうですね、子供たちの一人としてどう取り込まれているか次第かと。
ランクアップだな。褒美を渡すとしよう。誉れなことだな。陛下からの賜り物だ。受け取るがよい。この調子で励むがよい。そなたらが向かうのは宿業の地。数百年にわたり帝国の宿敵カルバードと奪い合った場所だ。 VIP とやらの視察で正規軍および鉄道憲兵隊も最大限に警戒しているらしいが、2年前の独立騒動の時のように何が起きても不思議ではあるまい。シャレになってねえぞ。だが想定外の状況こそ人を成長させる好機でもあろう。人事を尽くして天命を待ち、天時にあっては大いにうろたえ、そしてあがくがよかろう。諸君の成長に期待する。
それでは行ってくるがよい。皆様が無事演習を終えられますよう。各種モニタリングもしっかりやることだな。
では。よろしくお願いします。
僕の勝ちですね。お願いします。
僕の勝ちですね。ではよろしくお願いします。
僕の勝ちですね。ではよろしくお願いします。僕の勝ちですね。ではよろしくお願いします。
ではよろしくお願いします。僕の勝ちですね。ではよろしくお願いします。We'll be right back.
参りました。乾杯です。Thank you.
します。クロスベルに流れてきたのは3年前、良平育ちで各地を転々としてたから里心なんざつかないと思ってたが、切り替えなくちゃ。
か。まったくじらしてくれるわね。こんな時期に来たのが吉と出るか凶と出るか、エマには内緒でこっそり訪ねてみようかしら。ごはん。とにもかくにもあの女ね、手分けしてでもなんとかさ。あれ、おかしいな。何かいたと思ったんだけど。なんてね。役者も揃い始めたみたいだね。だけどまだまだ足りない。せっかくだから勢揃いしてから宣言させてもらおうかな。Thank you.
ほなまた。へへ、毎度。ご賞味あれ。風光明媚な場所だな。大都会と聞いていたけど帝国と同じく。そして左手に見えるのが国際貿易都市クロスベルよ。確かに綺麗な場所ですね。以前任務で来た時は郊外には出ませんでしたが、まあせっかく来たんだからせいぜい堪能していってよ教官。それじゃあ町に向ああ、ゆっくり。彼女ちょっと変じゃないですか。ああ、今はそっとしておくといい。
もらった。よし、そこだ。いただけ。ドンピシャね。お疲れ様。ありがとう、クルド。助かったぞ。せお宝発見。お疲れ様で、新たな師匠。確かに、これでは。Thank you.
さない。ファイヤー、行くぞ。さてと。まずいな。そこだ。ありがとう、クルト。した遺跡か。何か言われがあったりするのか。ああ、地元じゃ縁結びの社なんて呼ばれてましたけど、この場で誓い合った男女はずっと離れ離れにならないとか。なかなかロマンチックですね。君、分かってないだろう。まずいな。行くぞ。よし、逃がさない。ファイヤー。私の番です。
逃がさない。ファイヤー。私の番です、うん、僕の番だ。見たか、バンダールの剣。宝箱か。いっぱい釣れそうね。まずまずだな。それ。かかった。いい感じだな。よし、ゲットだ。まずまずだな。それ。かかった。いい感じだな。やった。大物だ。それ。かかった。これは期待できそうだ。まあ、こんなものか。それ。かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。行くわよ。それ。
来た？いいんじゃない？よし、ゲットね。僕の番だな。それ。来た。いい感じだ。やったぞ、大物だ。それ。来た。いい感じだ。なかなかだな。私の番です。アタックします。ヒットしました。いいテンションです。想定の範囲内です。行くぞ。クロスベルシ新しいビルも多いし、帝国の都市とは随分違うな。あのオルキスタワーが特に印象的ではありますね。まあ歴史的な建造物も結構あるんだけどね。もともと帝国と共和国に共同統治されていた自治州なだけに。なるほど。あの鐘なんかも面白いし。動力者の多さも大陸有数の国際都市ならではって感じだな。
礼します。ああ入りたまえ。お久しぶりです。失礼します。ああ二人とも久しぶりだ。それ以外は初めてだったかな。クロスベル州総督ルーファス・アルバレアという見知り置き願おうか。トールズ第二新七組の諸君。久々の開口にはなるが、覚醒の感があるかもしれないな。背も伸びたようだが、随分と見違えたものだ。恐縮です。自分以上にユースの方も随分と見違えたようですが。ああそうらしいが。そしてそなたもまた雰囲気が変わったものだ。総督閣下はお変わりなく、まあ身長はそれほど伸びてはいませんが。さすがに失礼だろ。事務的なところも変わっていなさそうだが、良き仲間に恵まれたようだ。はじめまして閣下。バンダール家が自身クルト・バンダールと申します。そなたのお父上には以前お世話になったことがある。本校に入らなかったのは惜しいが、これもまた巡り合わせだろう。恐縮です。そしてユーナ・クロフォードです。クロスベル軍系学校出身で、改めてトールズ第二に入学し君のこともオルランド中尉やシーカー少尉の後輩にあたるのだったかな。そしてリーベルト少佐の推薦を受けて第二に入ったと聞いた。いろいろあるだろうが、これもまた良き巡り合わせだろう。帝国とクロスベル、二つの視点を融和する意味でもね。はい、精進させて。
ロスベルの真の英雄よ。かつて邪悪な教団事件を解決し、独裁者の大統領を逮捕したね。併合前のクロスベル警察には特務支援課という部署があった。そのリーダーとしてメンバーを率い、あまたの壁を乗り越えた捜査官。それが現在指名手配中のロイド・バニングス捜査官だ。ちなみにランディ教官もメンバーの一人だったみたいだな。そんな人物が、しかもランドルフ教官まで。でも指名手配中ということは、何か問題でも起こしたんですか？帝国からの独立を目指してテロを企てようとしたとか。冗談じゃないわよ。そりゃ帝国の併合に反対して出頭にも応じずに潜伏してるけど、自治州への復帰を目指す活動を地道にやってるだけなんだから。そんな中でも困った人を助けたり、さっきみたいな厳重の退治までやり遂げてしまう。その意味であの人は犯罪者なんかじゃ絶対ない。協力者も含めて当然の主張をしてるだけよ。
早速会えたか、リン。え？あなたは。マキアス。そっちも列車で来たばかりなのか。いや、昨日クロスベル入りして朝一番でここに参上したんだ。君たちの演習と同じく今日から観察業務の開始でね。これから局の先輩と総督閣下にご挨拶しなくちゃならない。そうか、俺たちも挨拶してきたばかりさ。そのしっかりな。まあ覚悟はできているよ。面会の許可が下りたよ。Thank you.
かなかいい釣り場みたいだ。できそうだ。やった、大物だ。それ。かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。